続いてはドーハの悲劇を独身術で切り取る。今月1日、勝ち越しを許しました日本。黒星スタートと厳しい幕開けとなったロシアワールドカップへの道、ね、9月1日ですね。だが一人気を吐く男、まだある。そう、最終予選が何があるかわからない。今から23年前のあの日もそうだった。いや、レジェンド揃ってるなこれ。忘れねえよ。外コーナーきた、クロスするか、フェイント、ボールが上がってきた、ヘディングシュートだ、決まった。1993年最終予選最後の試合、ロスタイムでのゴールを許した通称ドーハの悲劇。その試合直前、悲劇を予感させる出来事が起こっていた。そうじゃない。そして本大会出場に最も近づいた日、グラウンドの選手たちは何を思い何を語っていたのか。独身術とともに紐解く。アメリカワールドカップアジア最終予選。さあ、ラモスのコーナーキックです。ボールが上がる、ジョーボレセット、カズが決めた。そのエースストライカーとして活躍したのがカズこと三浦知良。そうですよ、一番油乗ってますよ。サッカー後進国日本に J リーグがない時代、プロになるという自身の夢を叶えるため15歳で単身ブラジルへ。すると侍ですよ。プロになるどころか名門サントスのエースとしてブラジルの超一流選手へと成長。サントスだもんね。自分が日本人の誇りを持って戦える場所なんで、それ以上のものは多分ないと思うんで、ワールドカップというのは。もう一つの夢、サッカー後進国日本を初のワールドカップに出場させるため90年に帰国。そのブレイブリに日本中が初のワールドカップ出場という夢を期待した。夢のまた夢の話だったんだね。そして迎えた最終予選、残り2戦で負ければ予選敗退が決まるという絶体絶命の状況で対戦したのは韓国。痺れたね。これまでワールドカップ予選で一度も勝てていなかった因縁の相手。カズと共に盟友中山雅史もスタメン。頑張ろうな。その二人が躍動する。レサイド、中山が抜けている、中山中を見た、クロスを上げる、ゴールサイド、ポストに当たりました。中山が見せ場を作るもゴールならず。すると今度はカズが試合を動かした。ラモス前に送る、左サイド吉田、吉田がクロスを上げていった、中打てるか、打てるか、ゴールだ、カズが決めた、中打てるか、打てるか、ゴールだ、カズが決めた、カズが決めました。日本先制、決めたのはカズ。これも忘れないわ。エースカズがワールドカップに近づく貴重なゴールを挙げる。そしてゾーと韓国に初勝利、次の最終戦に勝利すれば初の本大会出場。サッカー後進国があと一歩のところまで来た。その事実にカズは涙し、選手たちは浮かれた。ここで勝って繋がった。だがサポーターに祝福される中、一人浮かない顔の男が。司令塔のラモス・ルイ、ブラジルから日本に帰化し、最年長でチームの精神的支柱。そのラモスが試合後、メディアも浮かれる中、これから始まるんだよ、みんな喜んでるんだよ。さらに選手たちがバスに乗り込んだ後も、
ラモスはただ一人怒っていた。ワールドカップ出場は簡単じゃない。まだ何も成し遂げてない、まだまだあるんだ。この男だけが警鐘を鳴らしていた。そして迎えた最終戦、勝てば無条件でワールドカップの切符を手に入れる。日本は開始早々、長谷川ボールをついて中に送ってきます。前線へ中山走る、フェンティー中、中山も中を見た、長谷川左足ボレーシュート、長谷川左足ボレーシュート、長谷川左足ボレーシュート、カズが決めた、カズやりました。日本いきなり1点先制、今大会4点目、ワールドカップへ大きな1点。やはり決めたのはこの男だった。だが後半9分、さあ日本1点リード、イラクの攻撃、ボールが上がってた、アムレドを取った、シュートだー、同点に。見ないと。それでも後半24分、カズからラモス、ラモスが中山走ってるぞ、スルーパスだ、抜け出した、中山シュート、決まった、決まった、スルーパスだ、抜け出した、中山シュート、決まった、決まった、スルーパスだ、抜け出した、中山シュート、決まった、決まった、日本2対1、勝ち越し。ラモスからのスルーパス、決めたのは中山、救世主中山、再びワールドカップ出場が見えました。残り20分、日本は必死で守った。ヘディング追い返された、ピンチだ、日本クリアしたい、こぼれている、ラモスがクリアを大きく蹴り出しました。試合終了は刻一刻と近づいていた。坂田右サイド折り返していく、中央は並べない、頼む頼むぞ。守備を固めるために交代した中山やベンチも必死だった。勝谷がマークに行く、サイド突破してくるぞ、クロスが来るぞ、松田が走った、松田がビッグセーブ、手元の時計今45分になろうとしています。そしてロスタイムに突入。さあこのワンプレーです、このワンプレーにワールドカップ出場がかかる、しのぎたい日本。ショートコーナー来た、クロスするか、フェイント、ボールが上がってきた、ヘディングシュートだ、決まった、フェイント、ボールが上がってきた、ヘディングシュートだ、決まった。ボールが上がってきた、ヘディングシュートだ、決まった。
嘘だろ嘘だろ、何回も聞き返すだけが精一杯で、もう真っ白でした。これがサッカーじゃないかな。その後カズは世界最高峰の舞台イタリアセリエ A へ。本田圭佑、中田英寿よりもずっと前に日本人で初めてその地に立ちゴールを決めた。そしてドーハの悲劇から4年、再び日本のエースとして君臨、ついに初のワールドカップ出場を決める。よかったことでね、本当フランスにつながったんで、今後もサッカー選手として頑張っていきたいなっていうのはやっぱり実感が湧いたね、うん、だが外れるのはカズ、三浦カズ。本大会出場直前に代表から落選。それでも三浦選手、ワールドカップはご覧になりますか？当然見ます。今なお現役を続けている。その姿を見た後輩たちは、カズさんはね、何かを起こせる人だなと思います。目指すべきところはね、あそこだと思うし、日本サッカー界を引っ張ってきてくれてね、今のこうサッカー界があるんで、こいつらに任せられるなっていうようなね、僕らはプレーをしたいですね、はい。厳しいスタートとなった日本代表、その選手たちにはカズが伝え続けるドーハの悲劇での思いが継承されている。ね、ドーハの悲劇、独身術で切り取りました、中山さんいかがですか？いや、カズさんのね、あの点取られてからのまだまだっていう言葉ですよね。僕自身あのゴールが決まってうなだれてるんですけど、それでもまだ30秒ぐらいの時間はあったわけですよ、その30秒にかけて走り出してるカズさんのね、姿を見たらね、自分の甘さをもうこの20年以上経った今痛感しましたね。でその後カズさんが行けなかったって、はい、その4年後の、ね、それも、いやいや、前の日にね、カズさんとキーちゃんと僕でこう宿舎の近くのなんか高いところから風景眺めてたんですけどね、でその時にカズさんがボソッと、いやもしかしたら俺と北沢危ないかもしれないみたいな、ことは言ったんですよね。いやそんなことないよと、チームまとめてきたし、全くそれは意に介してなかったんですけど、次の日食事行ったら、食事会場にはキーちゃんがいたんですよ、北沢がいて、で席着いたら北沢が、こんちゃんビンゴって言ったんですよ。え、何がって言ったら、いや昨日話したじゃんって。え、マジでって言って、うんマジ、帰るからって言って、キーちゃんそのまま出てって、まあ、その後ですよね、母さんとあの部屋に来てくれて、ちょこっと話して、自分はそこの場を離れるけれども、日本代表として誇りを持って戦ってもらいたいっていう、そういう思いでいるからっていう感じで。